佐藤達夫は、日本の実業家、編集者。株式会社、公営テクモホールディングス社外取締役。株式会社角川相談役。公益財団法人、角川文化振興財団理事。株式会社メディアワークス代表取締役社長。会長、株式会社、角川グループホールディングス代表取締役社長。 株式会社メディアリーブス代表取締役社長、会長、株式会社、角川ドワンゴ代表取締役社長、会長、学校法人、角川ドワンゴ学園所代理事長を歴任。静岡県出身。写真館の家に生まれる。静岡県立富士高等学校を経て、1976年に、早稲田大学第一文学部卒業。 研修者を目指すもオイルショックの折で採用されず、玩ング業開始の週刊玩ング通信を出版する日本トイズサービスに卒業前の2月に合格式者として入社。当時まだ黎明期であったコンピュータゲームの取材を担当した。1982年、佐藤の書いたゲーム雑誌の企画書を当時角川書店の専務であった角川つ彦に気に入られ、彼の勧めで、 角川書店とは、資本関係のない株式会社コンプティークに入社。1983年11月にザテレビジョンの増刊号としてゲーム雑誌コンプティークを創刊。1986年、角川発行のゲーム雑誌コンプティークやマルカチファミコンの編集及びキャラクター商品の開発などを担当する子会社、角川メディアオフィスの取締役に就任。 1992年に代表権を持つ常務取締役へ昇進するが、同年に角川書店社長であった嗣彦の兄、春樹との経営方針をめぐる対立から退社した嗣彦に同調し、角川メディアオフィスに所属していた編集者の大部分を引き連れて独立。同年10月にメディアワークスを設立し、代表取締役に就任。 同社専務取締役を経て1995年に同社代表取締役社長就任した。メディアワークスと角川書店側の関係修復が進み、1999年に古巣の角川書店で取締役に復帰。その後、メディアリーブス、角川モバイル、アスキー代表取締役社長を経て2008年に角川グループホールディングス代表取締役社長に、 就任。同社社長として、中継出版、メディアファクトリー、長文社の買収、株式会社角川への称号変更、子会社9社を、吸収合併、株式会社、ドワンごとの資本業務提携を行った。2014年4月に株式会社、角川取締役相談役に就任。2000年9月、当時ネットワークゲームのシステム開発と、 携帯電話ゲーム事業を行っていた株式会社ドワンゴの監査役に就任。ニコニコ成立後、佐藤が角川嗣彦にドワンゴ創業者の川上良生を紹介したことにより、2010年10月に角川グループホールディングスとドワンゴの業務提携が実現し、2011年6月に資本提携、2014年10月の経営統合会社、 門川ドワンゴ設立に至った。2014年10月、株式会社門川ドワンゴの設立に伴い、同社代表取締役社長に就任し、2015年6月に、同社代表取締役会長、2017年6月に、同社取締役相談役を歴任した。2016年4月に、学校法人、門川ドワンゴ学園理事長に就任。 2018年6月、角川グループの役員を退任し、株式会社、公営テクモホールディングス社外取締役に就任。ありがとうございます。